はい、今回のこの動画では、ビジネスマネージャーアカウントの削除の方法について解説します。はい、ではまずこちらの広告マネージャーの箇所からこのビジネスマネージャー設定をクリックしてください。はい、続いてこちらの画面に進みましたら、こちらの事業情報をクリックしてください。で、こちらのビジネスを完全に削除する、こちらをクリックしてください。はい。で、こちらのホップアップが表示されましたら、この削除するとビジネスを再開できなくなることを理解しました。こちらにチェックを入れてください。で、この状態で確認をしてください。はい。で、こちらのご自身の Facebook のアカウントのパスワード、こちらに入力してください。で、入力が終わりましたら、最後に送信をしますと、ビジネスマネージャーの削除が完了します。はい、今回は以上になります。